ふむふむ、なるほど。へえ、じゃあ今この流れに乗れば、一攫千金。このビッグチャンス、掴み取るのが私。ゆっくり霊夢よ。何をさっきからブツブツ言っているんだ。あ、霊夢。いや、最近のビットコインの急騰がすごいから、ここらでもう一回ビットコインを買えば儲けられるんじゃないかと思って。なるほど、ビットコインか。そもそも、お前はビットコインが何なのか知っているのか。あんまり考えたことはなかったわね。やっぱり自分のお金を預ける以上は、そういうことも知っておかないといけないわよね。いや、そんなことはないぞ。私はお金が増えればその過程は何でもいいと思っているからな。実際、そのビットコインが何なのかを知っている人も、知っていない人もチャートを見て、今後の値動きが上か下か、それだけが予想できればいいんだ。その知識は無駄とは言わないが、私は重要視しない。なるほど。じゃあ私は今からビットコイン全力買いするわ。いや、それは待った方がいいぞ。どうして?最近あった仮想通貨の流出事件、ビットポイント事件を知っているか。ビットポイント事件?ビットポイント、聞いたことないわね。そんなんで、仮想通貨を触ろうとしていたのか。そんなんじゃまた有り金全部溶かした顔になるぞ。そんな顔さらしたくないわ。じゃあまずは私の話をしっかりと聞くように。わかったわ。今回は、仮想通貨のお話なのね、ありがたいわ。いや、しっかりと株価予想だぞ。ビットポイントジャパン、これが今回仮想通貨を流出させた会社だ。しかしこの会社は上場していないので、株価というものは存在しない。しかし、リミックスポイント、ビットポイントジャパンの親会社だ。このリミックスポイントに関してはしっかりと上場している。銘柄コード3825だ。以前話題になったのはコインチェック問題だ。コインチェックは約580億円相当の仮想通貨を流出させた。今回のビットポイントジャパンは35億円分の仮想通貨を流出させた。35億、ブルゾンを思い出すわね。そんなことを言っている場合じゃないぞ。今、霊夢は580億のコインチェックに比べたら大したことないって思っただろ。まあ、だって10分の1以下だし。そうだ。しかし、コインチェックは流出事件当時、非上場の会社だった。しかし今回はどうだ、親会社はしっかりと上場している。つまり株式は大荒れになるわけだ。これが現在のリミックスポイントの株価だ。事件発覚が、7月12日の13時30分、つまりザラバだ。当然、発表と同時に株価が反応し、その日はストップ安になっている。そして、現在夜間取引に関してもストップ安の270円でも買い手がつかない状態。火曜日に関してもストップ安になると予想できる。まさに地獄の相場ね。そこで、今回の株価予想を担当します。ゆっくりマリサだ。今更。いや、タイミングを逃してしまってな。今しかないと思って言ってしまったんだ。すごいセンスをしているわね。それじゃあ今回の株価予想に移る。リミックスポイント、今後の株価は230円。大幅下落ね。下落は仕方ない。しかし、水曜日には寄ると思われる。そして、最初の寄りで買えば、10円くらいは抜けるんじゃないかなって勝手に予想しているんだぜ。今回の仮想通貨流出事件は、他の企業とかの事件と合わせれば4回目だ。そろそろ市場も慣れてきた頃だろう。ある程度の会社の今後の動き、決算への影響も予想ができやすい。そんな理由から、230円あたりで値をつけたら、少し下落を続けた後、ある程度のリバウンドがあると思うんだ。霊夢なんかはそのリバウンドをうまく取れれば結構な利益になるわずだ。なるほど、結構美味しそうな話ね。会社の人からしたら地獄かもしれないけど、投資家からしたら、こういう事件って結構利益になる場合もあるわよね。そうだな。しかし、事件があって株価がネガティブな状態になっているのも事実。しっかりと冷静に判断してトレードすることが重要なんだ。というわけでいかがだったでしょうか。今回は仮想通貨流出事件があった銘柄について取り上げた。仮想通貨関連銘柄は仮想通貨市場の賑わいにも株価が左右される。この情報だけは、持っておくといいと思うんだぜ。皆さんのトレードがうまくいくように願っているわ。それじゃあ次の動画まで、ゆっくりしていってね。